それでは早速やる気が溢れて止まらない9つの習慣を先生にお話しいただきたいと思います。まずは1つ目ですね。はい。本気でサボればサボるだけやる気スイッチが入るということでお話しいただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。まずはサボるというキーワードが出てきたんですけども、はい、ちょっとネガティブですよね。そうなんですよね、はい。まあ、よく継続は力なりなんて言いますけど、うん、まあ、あれは嘘ですね。もう大体やる気なんて続かないです。まあ、大体そこ皆さん勘違いしてるんですね。でストイックに頑張りすぎちゃうみたいなところがあるんですよ、はい。ですからいかにやる気を上げるには、やる気スイッチを入れるにはサボるかなんですね、はい。でまあ、詳しくはですねこの本の中に書いてあるんで、今日は時間が限られてますのでポイントしかお伝えできないんですけど、これは今日はこれを教科書にしてですね、はい、この中身を皆さんにお伝えしようかなと思うんですね。でまずは名言を交えながら皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいと思うんですが、まずこれですね。あ、すみました。はい、はい、ナポレオンの名言なんですけど、うん、人生という試合で最も重要なのは休憩時間の得点であるとかの皇帝ナポレオンは言ってるわけです。はい。でこの名言はまあ実はまあ干されている不遇時代とか逆境をいかにして乗り越えるかと、でその時間をどう過ごすかがあなたの未来を決めるよという意味なんでしょうけれども、はいはいはい、ちょっと私のですね現世風解釈はちょっと違いまして、でこの休憩時間っていうのは単なるサボってる時間というふうに皆さん考えていただきたいんですね。まあ、いわゆる仕事をしていない時間なんですよ。だから、まあ、大体働き詰めに働いてるとですね、大体普通疲れますよね。だから大体サボるんですけど、普通の人は、まあ、ありえないんで働き続けるってことは。ただそのサボってる時間をサボってるかどうかっていうのを自覚がなく正当化してる人も多いんですよ。でそういう人が大体やる気に波が出てくるわけですね。はい、私もその、うん、そうですね、類ですね。例えば下田さんの場合お若いですから、例えば、はい、その仕事をちょっと抜け出して、うん、ウィンドショッピング出かけるとかですね。でもこれはマーケティングなんだとか、うん、でお友達とお仲間と居酒屋で行ってるのをこれは会議なんだとか、ね、携帯でゲームをやってるのをこれ頭の体操だとか、なんかそういうふうに昼寝をしているのにこれは休養の時間だとかですね、充電だとか、はい、っていうふうに都合のいいように正当化している人が多いんですよ。うん、私もよくやってしまいます。で、でその肝心の休日には仕事のこと考えたりとか、そうね、あ、成績落ちてきちゃったなとか、はい、今度どうしようかなとか、またライバルに先を越されたとかですよね。はい、うん、そうですね。で今度仕事の時に今度休日何にしようかなとか、早く終わらないかな、今日誰飲みに行こうかなとか、今度の連休にはどこに旅行に行こうかなとかっていう風に仕事の時に遊びのことを考えていて、遊びの時に仕事のことを考えているっていうような方が非常に多いですね。うん、でどん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 やる気が落ちていってしまうという、うん、成果も上がりませんから、まあ、そろそろやる気落ちちゃうということになるんです。で気づいたら、パチンコ屋の椅子に座っているとか、カフェのスタバでもう3時間過ごしているとかっていうことになるわけです、はい、ね。で私が言いたいのはそこから早く立ち上がりなさいと、ね、うん、リンカーンはこう言っています。あなたが転んでしまったことに関心はない、そこから立ち上がることに関心があるんだ。ね、いかにそこから立ち上がるかです、はい、で立ち上がるにはやはり俯瞰してみるしかないです。自分を客観的に、今本当に自分は何をしているのかっていうのを客観的にちゃんと分析するしかないです。それ正当化をしていないかっていうことです。してますよね。しちゃってますね。皆さん、ね、頭がいいんですよ、はい、頭がいいからもうすぐ正当化するんですね、はい、自分悪くなかったということにしたいわけですよ。うん、ね、ですから私はですねこのサボるをテーマに皆さんに送りたいのは、今ドーピングとか言われてますけど、はい、バッジはですねサッカーの有名な選手ですね、はい、僕が知っているドーピングはただ一つ努力だけだって言ってるんですよ。しびれますよね。しびれます ね、これは。で今すぐ皆さんがやっている逃避というドーピングをやめること、うん、それだけです。はい、はい、KW さんがメリハリってことですかね、うん、頑張る時と休む時のメリハリというか、さすが KW さんですね、はい、はい、そうですね、まさにもうちょっと分かりやすく言うと、うん、オンとオフの切り替えですね、まあ、これも当たり前のことで皆さん分かってることだと思うんですけど、正当化してる限りこの切り替えなかなかできないんですよ、はい、こう正当化がこうその切り替えのボタンを押してくれないと
ということに。はい、八木さんできる先輩は確かに切り替えが早い。あ、そう、うん、いわゆる遊ぶ時は遊ぶ、やる時はやるみたいなタイプですよ、はい、ね、そうですね、だって仕事できる人ってめっちゃ遊んでますよね。うん、大体そうです。コツ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 やってるのにやる気ないんですよねっていう人の方がどっちかと多いですよね、はい、気をつけてほしいなというふうに思います、はい、両方の充実がね、はい、大事ですよね。そうですね、はいはい、続いて2つ目に参りましょうか。はい、行きましょう、はい、あなたも頑張りますがどんどんやる気を落としていく。そう、これもやっちゃいがちですよね。私頑張ります 言ってませんかよく、よく言うね。ね、私頑張りますとか、ね、あと頑張ってねとか言っちゃいますよね。はい、ね、これはもうね、日本人の大好きなことですから。うん、ね、これあの英語圏に行くと、あの頑張りますっていうような意味の英語って多分5つも6つもたくさんあるんですよ、うんうん、これ意味が若干違うんですけど、これ頑張ると便利なんでどんどん使うんですよね。でこれを悪用している限りは、まあ、やる気は湧いてこないっていうパターンですかね。頑張れば頑張るほど成功は遠ざかっていきます。もう成長もないです、そこには。うん、まあ、いわゆる自己陶酔型の頑張り屋みたいな人がいますね。結局頑張りもですね、長続きしません。これもね、やっぱりで、こういう名言があるんですよ。同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと、それを狂気というと、アインシュタインは言ってるんですよ。かのね、はい、アインシュタインが同じことずっと言ってるんですよ。頑張ります頑張りますって言って、うん、中身が全然変わってないんですよ。ね、ずっと同じ過ちを繰り返している。やる気が出ないことをずっとやっている。で疲れちゃう。だからもうね、頑張りますはもうやめた方がいいですね。やる気を出したいならば、まあもっと言うならば、いわゆるその結果を追求してるかどうかっていうことだと思うんですよね、うん、でそっから逃げている人を僕はあの頑張る病ウイルスに侵されていると言ってるんですよね。頑張るよ、ウィルス。いわゆるこう頑張ってるつもりですね、はい、あ、つもりつもりで、ぬるま湯の中でどっぷり使ってしまったってことです、うん、で次の名言がですね、私大好きなんですけど、はい、あなたが向き合わなかった問題はいずれ運命として出会うことになる。これユングが言ってるんですよ。なんかそう、ね、深いんですよこれ。でもついてないとか、あ、いや、なんか悪いことが起きたとか、うまくいかなかったとかっていうのを一言のように言ってるんですけど、これはですね、ツケです。過去に向き合わなかった問題がツケとして今運命として皆さんの目の前に来ていると。で今なんか悩んでるとしたらですよ、何かね、今悩みがあるとしたら、おそらく過去に置き忘れてきたね、もう見て見ぬふりしてきたその問題のツケです、ね、それをね、運命の責任にしたらね、はい、まあ、それ神様も怒りますよ ね、 うん、ね、だから運命はね、偶然じゃないですね。よく必然だとかっていう言い方をしますから、まあそれを先送りせず、先俯瞰することが大事だって言いましたけどです、ね、まあ、過去の問題を放置してきたツケなんですから、ね、まあ、今後そうならないように向き合った方がいいですね。だからもう頑張ること自体には全く意味がないです。もうだ、やめた方がいいですね。だ、よくいるじゃないですか、皆さんの周りにもいないですか、あの例えばあの、できますかとか、例えば目標が 100% 今月できるとかっていうと、頑張りますって言うんですよね。やれますかっていうと、頑張りますって言うんですよ、ね、だからそれはできないかもしれないけど、できるだけ頑張ります、 でもできなくてもいいでしょっていう、こう意味ですよね、はい、ですからできますかって、もう茶番ですよそれね。だからできますかって言われたら、まあ、そういう時は具体的にいついつまでに何をやりますっていうことを、具体的な行動目標を口にするようにした方がいいです。そうですね、はい、具体的な行動目標を口にするようになると、自然とやる気が出る。やらなきゃいけないからね、うんうんうん、やることが見えてきますね。そうなんですよ、うんうん、いいこと言いますね。ありがとうございます。そうなんですよ、見えてくるんですよ。だから言葉って、はい、すごく大事ですよね、うんうん、そうですね。ですから目安はですね、これですね、皆さん大好きな宮崎駿監督がこんなこと言っています、はい、消費者になってはいけない、生産するものになりなさい、なんですよ。で皆さんが今向き合っていることは生産的かどうかっていうのを一つ目安にするといいですね。だから無駄な頑張りやってる人も多いので、あ、これやる気落としますから。そうですね、うん、ただ何か意味もなく頑張ってると。だそこは結果に向かっているのか、成果に向かっているのか、ちゃんと生産性がの方向に、それに向かって高い努力をしているかどうかっていうところを一つ目安にするとよろしいんじゃないでしょうか。はい、はい、泉さんが精神論で頑張れるわけない、はい、うん、
で、うん、みどりさんが、うん、本当は頑張る気がない時に頑張りますと言ってしまいますと、うんうん、はい、そうですね、はい、うん、精神論だけでは無理ですよね、うん、だから精神論に入っちゃいけないんですよ。要は行動ですから、だから言葉に出す、うん、行動がそこに向かっているかっていうことを常にチェックする必要があるとですね。だから精神論の世界に入っていったらもうやる気は絶対上がらないですね。だそこ結構誤解しがちですよね。はい、まあ、あとは出てきますけど、うん、だそのいい言葉だけにこう酔いしれているともうダメですね。はい、徳田さんが人に頑張れというのはダメですか、はい、とご質問いただきました。やめた方がいいですね。まあ、もし声援を送りたいなら、うん、どんな風に頑張るかっていうことを具体的に添えてあげるといいんじゃないですか。あ、うん、単なる頑張れ頑張ればなんか無責任だと思うんですよ。お互いそこでなんか気持ちよくなるだけだからね、うん、そうですね、どんな風に頑張ったらいいのかっていうことを、うん、アドバイスしてたらいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、斉藤さんが具体的な行動目標を口にすることが大事と、うん、はい、学んだと使ってくれました。はい、おっしゃる通りです。はい、続いて3つ目に行きましょうか。はい、行きましょうか。お願いします。ね、ちょっとテンポ早いですけどね、ついてきてくださいね。はい、はい、と不満をため不平不満をため込むと、うん、やる気を蝕む悪魔は微笑む。はいですね。はい、ね、お願いします。はい、そうなんです。これも結構やっちゃいがちだと思うんですけど、うん、まあ皆さん誰でも不平不満あると思うんですけど、はい、まあ、これ溜め込んだりとかですね、愚痴を言ってるうちはやっぱりやる気上がらないですよね。どうしても。でここでもね、この名言を紹介したいんですけど、おっと進みました、ね、選択したものを正解にしていくのが人生だと、まあ、作家のジョン・キムさんは言ってるんですけどね。まあ、選択したのは自分ですよね、はい、全て。例えば今の会社を選んだのもですよね。今例えばそこに今田さん座ってらっしゃるかもしれないんですけど、今、そこにいてこの授業を聞いているのも皆さんが選択したことですから。そうですね、で選んで受講するとして、これは多分正解だと思うんですけど、はい、おそらく、はい、全て正解ですから。ただ全部が選択しても正解にならないですよね。どちらかというと失敗しちゃったなっていう方が多いのかもしれない。そうですね、後悔じゃないですけど、ですよね、こうすればよかったかなって思っちゃいます、ね、それ多いですよね。ああ、うん、失敗しちゃったなとか、こうしなければよかったなとかって、うん、でもそれって悔しくないですか。でもね、悔しい、やる気落ちてきますよね。はい、だそれを全て正解にしていくというまあ気概かな、うん、でもよくないですか、あのことがあったから今があるみたいなことあるじゃないですか。ありますね。ありますよね。今につながってる。だから今これ今は辛いけど、失敗したかもしれないけど、きっとこれは意味があるんだと、やがてやってくることに対してこれが今それが準備になっているとか、この経験が次に生きるとか糧になるとか、あの当時失敗だと思った選択が正解だったというふうに自分がしていくっていうふうな思いとか行動がやる気を上げていくっていうことになるんですよ。その人生の方が絶対楽しいですよね。そうなんです。もうね、やる気を蝕む悪魔はですね、もうネガティブなエゴイストも大嫌いですからね。もう取りつかれます、そこ。まあ、ここの境地からいかに脱するかと、はい、いうことが大事だと思うんですね。で、そういう意味では宮本武蔵がですね、我ことにおいて後悔せずと言ってるんですけど、これあの我がこととも我こととも読めると思うんですけど、はい、ですから今起きていること、または自分が選んだことですよね。だから我ことにおいてなのか我がことにおいて、まあ、どちらにしても、まあ、後悔しないと、これはね究極のポジティブシンキング。いや、さすがやっぱり宮本武蔵のやる気魂はやっぱすごいなと思って。すごいね、かっこいいですね。これに全てが集約されてるのかなと、ね、はい、だこれ、まあ、だから我っていう字は、まあ、いわゆるその自我とか執着とか、うん、こうエゴイズムみたいな、もう人間ってありますよね、うん、だからもうそういうようなことはもうあるんだけども、もう全て修行だという気持ちだと思うんですよ。ですからトーマス・カーライルもですね、はい、経験は最良の教師である、ただし授業料が高すぎると言ってるんですね。だからもうあの経験はもう先生なんですけど、うん、授業料が大体高くつくもんだなというふうに思った方がいいと思うんですよ。だって辛いことが多いから普通ですよね、はい、また来ちゃったなみたいなことあるじゃないですか。ですよね、こう難題な宿題が降りてきますよね。経験しろ経験しろとこう降りてくるわけですよね、
でもやっぱり代償を払わないと、ね、なかなか真実にも気づけないし、成果も得られないし、でやっぱり成果が出てくるとやっぱりやる気も出てきますから、だから決して精神論だけではないんですけど、まあ、こういう気持ちでこう望んでいれば、まあ、まあやる気も落ちないのかなと、ね、ずっとやる気コントロールできるのかなっていうふうに思いますね。はい、松下さんが失敗したことに意味があるから将来的に失敗が役立つ。すごいです松下さん、正解していく。どこの松下さんか分かりませんけどそうなんですよ、ね、はい、まあ、よくまあ失敗成功の像が言いますけど、まあ、そういう単純なことじゃなくてもうちょっとこう深くここに意味があるんだなっていうふうにね、もうこの経験も授業料だと。はい、うん、そうですね、はい、まあ、実際お金かかってませんけどね、お金かかることもあるかもしれませんけど、はい、はい、はい、小坂さんが、はい、まあ、そこを否定しちゃうとそこで会った人も否定するようで、あ、そうやらないようにしてますね、コメントいただきました。そうです、やっぱり肯定的な生き方に限りますね。はい、はい、では4つ目にいきましょうか。はい、寝る前のポジティブな瞑想が明日のやる気を作る。そうなんですよ、これもちょっとベタなんですけども、はい、皆さん大体暗いとこにいたりとか寝る前とかって大体ネガティブな方向に行くんですよ。人間ってやっぱマイナス思考だから、ね、多分原始時代からそうだと思うんですね。もう真っ暗闇のとこで生活していて向こうにいたら獣に襲われるんじゃないかとか崖が待ってるんじゃないかとかっていうところからやっぱり人間始まってるから、多分そういう遺伝子がずっと受け継いできてると思うんですよね。だからネガティブが普通だと思うので、まあ、皆さん別に自分はネガティブだからネガティブになる必要ないと思うんですけど、ただ寝る前ってどうしても嫌なこととか悩み事とかを抱えたままそれを枕に寝てしまう方が多いと思うので、はい、これ意識的に寝る前の意識を変えた方がいいと思うんですよね。ですからこの名言をお伝えしておきたいと思います、はい、バラ色のサングラスをかけると人生がバラ色になると、中谷明宏さん、こんな赤谷さんとのもう言葉の天才ですから、もう名言をもう何千個も残していると思うんですけど、その中で一つ選んでました、はい、中谷さんの名言の中で僕これが一番好きなんですけど、バラ色のサングラスをかければバラ色になるんですけど、大体皆さん暗黒のサングラスかけて寝てるわけですよ、ね、だから嫌な夢見ちゃう、うなされちゃう、目覚めが良くない、はい、で今日も会社に行きたくない、で月曜日の朝雨降ってたりすると最悪ですね、なかなか今日なんかすごい寒かったですからね、なかなか布団から出れない、でも寝る前のちょっと気持ちを変えると朝目覚めが良くなって布団をバーンと蹴り上げてうおーと言って目覚めると、まあ、そこはちょっと大げさですけどそれぐらいになるための今日はちょっと皆さんにコツをちょっとお伝えしておきたいな、そうならないためにどんな風にして眠りについたらいいかと、で私はこれをですねバラ色マインドコントロールと勝手にですねこのバラ色だけいただいて名付けたんですけど、寝る前にですねまず、まあ、テレビは消してほしいですね、で音楽も止めてほしいです、はい、ゲームもやめてください、でパソコンも切る、ね、漫画本も閉じる、ね、ちょっと静かな、スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながらあなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料、録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。